アプガメンバーに関する超細かいパーツクイズを出題いたします。ご覧になってる、アプガファミリーの皆さんにもですね、自分のアプガ知識を試しながら見られる企画となっております。このってなんか振り付けの中の一部っぽいですよね。はい、正解でございます。1ポイントゲット。続いての問題はこちらです。はい、唇きました。あれ、唇は結構ね、表情のね、大半締めたりしますから。むずい。でもこのリップの色はイエベですよ。イエベですね。これはイエベ。すごいね、もう分かんだね、リップ。私もこれちょっと結構自信あの勇気出して聞くけど、はい、イエベって何だ。イエロービースです。イエローブリースイエローブリース。人気のコスメ。そうです、あの肌が黄身になっちゃう肌の種類ない、肌の種類みたいな。なんか大体日本人ってイエベかブルベどっちかって言われてて、肌の色のことってこと。そうなんですよ。お化粧かと思った。黄色みがある人は、ええ、イエベ、はい、でよくあの血管が透き通ってる人とか、うんうんうん、白目の人はブルーベース、はい、ほうほうほうでイエベブルベっていうのがある。なるほど。でこの色はブルベがつけるとミートソースパスタになる。やばい。へえ。イエベがつけることによって映える色なんですよ、この色。はあ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 、このリップ私めっちゃ見たことあるんですよ。うわ、じゃあ古谷さん絶対正解じゃないですか。これ結構自信ありますか。それでは一斉にフリップどうぞ。じゃん。はい。おぉ、セイナちゃん、セイナちゃん。おぉ、あれみんなセイナちゃん、はい。おはい、それでは、正解の方、見ていきましょう。正解は。ええぇ、ちょっと待った高木さん、正解したー。え、あれ、え、あれ、ええ、いや、ええですよ、こっちが。え、違うね。待って。私絶対当てなきゃいけなかったな。いや、本当ですよ。え、千夏の唇とかしょっちゅう見てるのにな。なんでこれ。ほん、差し替えた。いや、さっき見てましたよね。嘘。ゆっくり引いてったでしょ、今。でも、イエベの子なのかな。そっか、イエベなのか。これはどうしてくれますか。ちょっとどうしましょう。え、やばい。あれ ?3 ペア、見てる。ただ私たちがペアを。めっちゃ仲良し。ね、結構ね、自信満々にね。続いてはこちら。うわ、はい、耳ですね。これは誰の耳でしょうか。耳、わかった。嘘、結構このやっぱもみあげとかまでね映ってますから、ある程度は絞られるんじゃないでしょうか。綺麗。ちょっと特徴的な気もしますよね。そうですね、シンプル、シンプル。毛の生え方、まあそうでしょうね。この髪型がちょっと入ってるのがちょっとありがたいかも、うんうん。フリップの方、オープン。じゃん、ちゃん。お、あ、待って、お、一緒だ。ほら、そこ被りましたね、またね。ずっと一緒です。はい。え、いける気がします。それぞれ理由聞いていきましょう。はい。隅田春香の耳、はい、結構大きいイメージがあって、うんうん、なんかその感じに似てるなって思いました。うん、これ見た瞬間にはラクちゃんだって一瞬でパチって思って、はい、なんか多分耳の感じと、あと髪の毛の生え方と、うん、はい、なんか一本一本が、なんか素敵なんですよ、ラクちゃんの毛って、うん、なんか一本一本がちゃんとしてる。喋ってる時に耳めっちゃ前向いてた気がしたんですよ、はい、こう向きっていうか今めっちゃこっち向いてると思って。確かにラクちゃんじゃないって、そこでちょっとなんかね、表向きなね、前向きな雰囲気はありますよね。出ました。ただね、引いた時のこの角度によってもあるからね。難しい。それでは正解見ていきましょう。これは誰の耳なのか。ああ、はい、ラクちゃんの耳でございました。正解。すごい、すぐ分かったんだ。すぐ分かりました。これはラクちゃんだと思いました。私半分勘なところあったんでラッキーな。まあでも言った通りだったってことですよ、多分ね。お二人正解でございます。嬉しい。これでも梶島さん一歩リードしました、はい、ここで2ポイント取りましたので、はい、1ポイント1ポイント並んでおります。
はい、それでは続いての問題こちら。はい、これは誰の花でしょう。花顔の中心にありますから、これは超綺麗。結構綺麗な花。え、綺麗。土屋さん、アプガチャたくさん来てくださってるんですけど、はい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 、アプガマスターだと思うんですけど、もうそうですね、誰っぽいとかありますか。え、これはね、誰でしょうかね。山田社長ではないんですよ、これは。違う違う違う。これは誰だ。子が細い人ってことですか。この鼻のトップの部分がってことですか。え、もうこう、え、いや、私こんな綺麗じゃない。そう、えぇ、ー、え、あれ、えぇ、ー、君誰。答えねえよ。はい、それではそれぞれフリップオープン。じゃん。はい、しのちゃん、古谷さん、ゆりか姫。ゆりか姫、ほら、なんかしのちゃん、なんか結構鼻すごい綺麗だった記憶があるのと、はい、肌も白そうなんで、確かに、うん、見えちゃうんですか。肌白くて、で、不安になって、え。でもなんか鼻スラッとしてる印象はあったので、はい、はい、ゆりかちゃんにしました。はい、映像見て、ええ、横見て、ええ、いるじゃん。ええ、ほら、ええ、見てるな。鼻綺麗。正解はこの人です。ああ、はい、関根あずささんの鼻でした。君誰って言わなかった。やばい、やばい、杉浦さん、まさかの君誰って言わなかった。入り早い、先輩だと思って。ここで見ていらっしゃったんですね。入り早いです。あ、ボタンは吹かないよ。いろいろ全部私はやらかしています。まさかの。続いての問題いきましょう。続いては音声でございます。短めなんでよく聞いてください。はい、それではこれは誰の声なんでしょうか。笑い声。ちょっともう一回、もう一回いきますか。笑ってるな、誰か、誰かの笑い声。ちょっと7笑いぐらいですね。7笑いってなんですか。ガチガチさ的に言う爆笑ではなく、爆笑ではない。はい、優しい、優しい子だろうな。何でも笑ってくれる。はい、それではこの声は誰なのか、オープン。じゃん。おミュウさん、千夏さん、シロちゃんということで。ミュウさんすごい笑い方特徴あって、なんかミュウさんの笑い声に釣られて笑っちゃう。明るく、うふの感じがすごいミュウさんっぽいなと思いました。いやでも違う、ミュウちゃんはもっとキャッ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 キャみたいな、はいはい、あれがイメージがあって、はいはい、では梶島さん、しのちゃん、はい、なんかこれ私が初めて話しかけた時にこんな笑い方してたなって思って、すごいなんかすごい愛想笑い。確かに社会人経験ありますからって。気遣いだからね、あれもね。いやそうよ、いいことですから、そこは。はい、ということで正解は新倉亜美ちゃんでした。むずい。亜美ちゃんの笑い方は結構強めなので、はいはいはい、静かに笑ってる時私気づいたことなかったので。そっか、こういう笑い方だったのか。続いても音声ということで、あ、ちょっと音声面白いな、はい、難しい、難しいですね。果たしてこれは誰の声なのか。やばい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 。なんすか、やばいやばいやばい。
何があった一体。江川さん。よろしいですか？大丈夫かな、はい、それでは、フリップ、オープン。おお、しのちゃん、しのちゃん、しのちゃん。なんか、何かしらで絶対焦ってそうなしのちゃんが想像できる。なんか焦ってる時ほどめっちゃ素の声でやばいやばいやばいって言ってそうで、よく普段も見るんですか、そういう場面。なんか、アップガフェスの楽屋とかですごいその光景を見た記憶が、リハとかでも、一番多分、アップガの中でやばいという言葉を連呼してたのしのちゃん。なんで普段そんな焦ってんのよ。私も同じ理由で、やばそう。いや、焦りすぎでしょ、普段から。落ち着きなさいって。なんか、この間も単独ライブの時に、なんかズボンがない、みたいなので、やばいやばいやばい、そうなんで、廊下やばいやばいって言いながら走ってた。それはやばい。なんかその時のなのかなぐらい。それはやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やっぱりしのちゃんですよね。やばい。ということで全員正解でーす。何がそんなに。何が、時間のタイムリミットがあって、ああそういうことね、時間がないってことね、やっぱり焦ってた。はい、それでは最後の問題です。最後はですね、あるメンバーの私物を出しますので、今から皆さんアイマスクをつけていただきます。はい、触った感触で誰のものなのかを当てていただきたいと思います。うわー、すごい、触った感覚。大丈夫ですか？はい。では、少々お待ちください。怖い怖い。はい、それでは。はい。なに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 、怖い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 。え？なんだろう。まあ、あんまこう自分で思ったことを口にしすぎると、他の人にヒントにもなるかもしれないし、まずはヒントにならない範囲でなんか、匂い嗅いじゃダメですか？匂い大丈夫ですよ。本当ですか？はい、ちょっとごめんなさい、この私物を持ってて、はい、すみません、匂い嗅ぎます。鉄の匂い。鉄の匂い、なんだそれ。 OK です。 OK ですか？なんとなくわかります。はい、それではそのままお隣に渡していってください。怖い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 。ゲームが変わってるよ。そんなビビりでよくプロレスできるな。むずいん。すごいな。嗅いでみます？嗅いでみます。いや、嗅いだらいける気が。嗅いだらいけるの？何の香りします？地球の香り。地球の香り。大地。あ、でもこれが何かは分かった。はい、それではそのままお隣に渡してください。完全ねえねえ、あー、ちょうどどこから触ったの。何、犬私物で犬持ってこねえよ、さすがに。犬じゃない、犬じゃない、犬はやらない、さすがに。あ、でもやばかい。なんだろう、回収します。はい、はい、ありがとうございます。難しいな。はい、すごい嬉しい。すごい嬉しい。めっちゃ自信がすごい嬉しい。すごい嬉しい正解って何でしょうかね。早く出したい。早く出したい。それでは一斉にフリップオープン。じゃん。はい、お、アミタさん、お、アヒルキーホルダー、アミちゃん、はい、そしてニクラということで、正解はこちらです。やー、ニークラアミちゃんのアヒルのキーホルダーです。全員正解。やっぱり
やっぱり。はい。さすがですね、皆さん。すごいよく知ってたね、みんな。私、ちゃんとタグの名前までここに書きました。え、ほんとだ。ミキ。え？あ、ほんとだ。ミキっていう、はい、キーホルダーで、ミキのメンバーが全員持ってるっていう。そういうことですね。そのイメージありますね。タグまでちゃんと書いてある。お揃いにしたんですけど。うん、よかったです。私これ外してたら多分一生2機持てないな。やばいですね。まずいですね、それはね。うん。結果発表です。あ、アップガオパーツ編優勝は、梶島彩さんでした。おめでとうございます。圧倒的勝利。圧倒的。僅差っちゃ僅差ですけど。全然。まあ、謙遜とかしなさい。謙遜。そうですね、王の称号ようやく得ましたね。いやでもすごかったですね、本当に。どうですか他の2人は。ちょっとはい、メンバーの体の四肢を、もっとしっかり、顔だけじゃなくて四肢をしっかり見ないとなって思いました。そうですね、日頃、はい、ライブ中もね、細かいところまで、はいはい、ということで、アップガメンバーの皆さんね、この3人今後すげえジロジロ見てくると思うんで、はい、覚悟しててください、覚悟しててください。次のアップガちゃん、どんなアップガが出てくるのか、また次回、バイバーイ。バイバーイ。鼻結構難しい。リコーダーは吹きやすそうな鼻ではある。そうね、リコーダー向きですか。リコーダー向き。こっち側の鼻で吹いた方がいい。左の方の鼻。左の方の鼻で吹いた方がいい。正解分かり次第即スカウトしましょう。